新政権の発足に向け、自民党の石破総裁が人事の調整を進めています三原潤子参議院議員を子ども政策担当大臣に起用する方針などが新たに分かりました石破総裁は東京赤坂の議員宿舎で、党役員と閣僚の人選について詰めの調整を行っています閣僚では子ども政策大臣に三原氏。 環境大臣に参院の麻生慶一郎議員委員長、デジタル大臣に平正明元内閣府副大臣を起用する方針が固まりました。また、外務大臣には、総裁選で選対本部長を務めた側近の岩屋武元防衛大臣を、防衛大臣には経験者の中谷玄師を起用する案を検討しています。 明日行う党役員人事をめぐっては、副総裁に菅前総理大臣が内定し、高市氏に誇示された総務会長に麻生派所属の鈴木財務大臣を起用する案を検討しています。一方、総裁選で争った小林貴之氏には、広報本部長を打診したものの、支援した仲間を処遇してほしいと辞退したことが分かりました。